井裕太です。ここ記事です。お願いします。さあ、はい。ちょっとまあ、さあじゃね。はい。ということで、どうした？今いつもとちょっと場所もね変わったんで、そうそうはい。おしゃれ、おしゃれ、やっとねなんかレベルアップしました。はい。今回ですね、裕太さんといったらもうポジションセカンド、高木裕太が。まあこれまたベストナイン決めた時の話になっちゃうんですけど、裕太さんセカンドで誰挙げたか覚えてます？そうな、覚えてるよ。鉄道でしょ？山田鉄道。高木豊は言わない。まあ現役って言ってますからね。現役できるかもしれないですけど、山田哲人選手についてちょっとお話聞こうかな。ああ、そうですね。人気じゃないですか、とにかく。昨年良くなかったね、成績。ちょっと良くなかったですけどね。ちょっと聞いて。その前の年トリプルする。その前の年もトリプルする。その前の年はサリターンドって。やっぱ疲れるよ。いやトリプルスリーを2年連続するの翌年またやれって僕だよ。成績にプレッシャーがかかってるっていうふうに教えてくれたこと、うん、いや怖いもんなしだろうとか話したら、はい、やっぱり成績に怖いです。またあの数字を残さなきゃいけないって言ったらプレッシャーがあります。今年はまたそれに挑戦はおそらくしてると思うんだけど、今年は達成するから、うん、いいっすよね。今年やっぱこう成績に追われ出すとさ、休まる暇がないんだよ。それでもね今年また復活してやろうとしてる、うん、あの子はなんであんな華奢な体でボール飛ぶと。例えばさ、はい、メーデンさ、はい、打つときに右手が基本になる。自分はどっちかといったらこうちょっとこねるというか右手が強くなっちゃう。右手が強いもんな、右利きだもんな。右利きなんでだからこねる癖があるんで本当はそれは良くないんじゃないかなと思います。だから左の方が違う俺の質問聞いてるどっちが基本になるかって右手と左手と、まあ右手やっぱ右手。テストに聞くとさどっちですかねっていうわけ。バランスがいいんだよ、まあ、右と左の、ね、どっちの手を使うんだって言ったら一緒に使えますね。あ俺ら右投げ左じゃん、はい、右手がやっぱりリードし右手で返してる。左手の感覚ってそんなないんだから逆にいいんだと思う、はい、こねないというかお前みたいな、はい、お前右手が強いからこねるっつってる、はい、俺はそれがない。テストに聞くとどっちですかねバランスが抜群にいいんだよ。だからと思う。その感覚を持ってる人っていうのはなかなかいい。例えばやっぱり右投げ、はい、右打ちの人ってこっちがリードだってこっちがやっぱパンチだって、うん、やっぱパンチの方が強いよ、ね、意識的に、はい、でもどっちですかねっていう山田哲人は素敵だなと思った、ね、だから史上初のトリプルスリー2年連続だ、はい、やっぱ人とちょっと感覚が違うんだよね。バランスが素晴らしくいいんだよね。練習法とかでもいろんなティーの種類あるじゃないですか、うん、あれはやっぱもう自分で取り入れてるって。まあ、自分で取り入れてると、いろんなことやってますよ。後ろからやったり、まあ、そうそうそう後ろからやったり真正面からこうやって払ったりとかさ、その時の状態によっていろんなティーを組み替えてやってる。それはねバッティングコーチが優秀だったらそのぐらいのことやる、うん、だから出会いも良かったね、はい、コーチとの出会い相性もあるその時の監督今小川さんになりし拓郎バッティングコーチが宮本ヘッド、まあ、そういうのでなんか成績で潰されそうだったのがそうじゃなくもっと前向きになってきた。まあ、そんな感じがします。ヤクルトっていう球団があったかいから、ね、歴史に残るような名プレーヤーになってくる可能性がある。そうです。高本と同じように金も切れるし、はい、うん、なるほど持ってるからね。いやー持ってるしモテるんじゃないですか。あ、モテるでしょ。もう顔もいいですからねまだ。でもなんか高潔な感じがしないよね。そうですよね。スラッとしてさ。そうですね。その辺ちょっと似てる感じしますよ。あ、あ、あ、ここは豪傑な感じじゃないんですけど、なんか似てるなっていう気持ち。よくわかんないっすか。別に売らされてる全然違うよ。いや、紙一重だと思います。牛とサラブレッドの差がある。サラブレッド、お前見たことある？ある、あります、あります。ある、マジマジじゃないっす。綺麗だよ、めちゃくちゃ綺麗ですよね。本当に僕、感動しましたもん。いや、でも牛、母方の実家飼ってたんで見たことあります。めちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃたまたま美人だったそれ牛がめちゃくちゃ本当にすごい。本当早く食べたいなと思って。